クマールラム・ナレーン・カーティケアンは、インド人のレーシングドライバー。日本で現在多く使用される、ナレーン・カーティケアンという表記は、英語表記に基づいており、現地のタミル語とテルグ語の発音は、ナラヤン・カーティケアンに近い。ナレーン・カーティケアン南インドのタミル・ナード州出身、インドのモータースポーツの中心地といわれる高原の町、コーヤン・ブトゥールで生まれ育つ。15歳で、 フランスに渡りレース競技に身を投じる。フォーミュラーアジア等を経て、1998年からイギリス海産に参戦。1998年はカーリンモータースポーツから10ラウンドのみ参戦し2回の3位、表彰台を獲得し、シリーズ12位。1999年は優勝2回、ポール2回、フロリダ3回の活躍で、シリーズ6位。 この年のマカオ GP では予選6位、決勝6位となる。2000年も引き続き参戦し、佐藤拓馬に次ぐシリーズ4位の成績を残した。またマカオ GP ではポールポジションとフロリダを獲得、インターナショナル解散のスパとコリアスーパープリーでは優勝するなど結果を残した。2001年にはチームインパルからフォーミュラ日本参戦。元山明とはチームメイトであった。 しかし、この年のフォーミューラ日本王者となった本山とは、対照的にカーティケアンは、わずか入賞2回に終わった。翌2002年には、チームルマンに移籍が決まっていたが、開幕直前になって、急病理由に参戦を取りやめた。2002年からの3年間は、ワールドシリーズバイ・日産に参戦。2004年は2勝を挙げ、シリーズ5位だった。2005年アメリカグランプリにて、 2005年、編集2005年2月1日にジョーダングランプリへの加入が発表され、インド人初の F1 レギュラードライバーとなった。ミシュラン製のタイヤを使用するチームが、タイヤの安全性の問題から大量にレースを棄権した第9戦アメリカ GP では、そのおかげもあり4位を獲得した。2006年には、ウィリアムズチームの第2テストドライバーを務めることとなった。 2007年もチームに留まってテストドライバーを務めた。しかし、チームは同じテストドライバーである中島和孝を GP2 シリーズとバッティングしないレースでサードドライバーとしてフリー走行に出走させるなど徴用したため、年間を通じてほとんどテスト走行の機会は与えられなかった。ウィリアムズで走行機会が与えられないことから、他チームからのスポット参戦を目論みて、 スパイカーなどと交渉。クリスチャン・アルバースのシーズン中の解雇もあり、チーム加入目前の報道もあったが、山本サコンにそのシートを奪われた。2008年冬、財政難に陥り陶期合同テストに欠席が続いていたスーパーアグリエ、支援が噂されていたインド企業であるスパイスグループがカーディケヤンのドライバー就任を要求したと報道された。しかし、チーム設立。 存続の大前提である佐藤拓馬はもちろんセカンドドライバーのアンソニー・デビッドソンについても同チームが供給支援を受けるホンダ会一のニックフライ CEO 及びホンダ本社の移行により交代は不可とされスパイスグループによる支援も流れカーティケヤンの加入は実現しなかった2011年編集2011年マレーシアグランプリにて二0 1年一月七日 チーム側の公式アナウンスを前にヒスパニアレーシングと契約したことを独自に発表。後にチーム側からも正式なリリースがなされた。この年のヒスパニアのマシンは運動エネルギー回収システムを搭載していないなど競争力に乏しいためバックマーカーとなることも多いがしばしば最後まで走り抜く堅実な走りを見せている。した2011年ヨーロッパグランプリでは リタイアした車両が出なかったため24位という開示史上最低順位を記録している。ヨーロッパ GP の後は、ダニエル・リカールドに交代させられ、出場機会を失ったが、念願の母国開催となった第1回、インドグランプリでは、ビタントによりウッチがシートを譲る形で出場を果たし、HRT としては、まずまずの順位である17位で完走した。2012年、 編集2月2日、HRT は、カーティケアンと、レギュラードライバーとして契約したことを発表した。ちなみに、前年と同じチームからの参戦となるが、チームの経営陣が変わったために、残留ではなく、契約という言葉を使用している。2008から2009年の A1 グランプリに参戦する、カーティケアン A1 グランプリ、編集2006から2007年の A1、 グランプリにおいて成績が低迷していた A1 グランプリインドチームのドライバーとしてシーズン途中のニュージーランド戦から参戦最終戦ブランズハッチで行われたイギリス戦では表彰台を逃したが4位入賞を果たしチームへ貢献した2007年9月開幕した2007から2008年の A1 グランプリではインドチーム代表として前戦に参戦し第4戦のこと会で行われた 中国戦ではインドチーム初の表彰台と同時に初勝利を獲得した。また最終戦ブランズハッチで行われたイギリス戦のフィーチャーレースではインドチーム初となるポールポジションを獲得し優勝している。2008から2009年の A1 グランプリにインドチームから初戦のオランダ戦を除き前戦に参戦し最終戦ブランズハッチで シーズン最高位となる2位を獲得し12位だった。ルマン24時間、編集2009年のルマン24時間レースに、コリン・コレスのチームであるチームコレスからアウディ・アール・ジュー・ティディで、インド人初となる、ルマン24時間に参戦した。スーパーリーグ・フォーミュラ、編集2010年は、オランダの PSV、アイント・ホーフェンから、スーパーリーグ・フォーミュラに参戦している。オート・ GP、 編集2013年、スーパーノバレーシングから、オート GP に参戦。シリーズ4位を記録。スーパーフォーミュラ、編集2014年に、フルス、チームインパルから、スーパーフォーミュラへ参戦。2001年以来13年ぶりの日本復帰となる。その後は、ダンディライアン、チームルマン、中島レーシングと毎年所属チームを変え、1年ごとに、トヨタホンダ両陣営を行き来した。 2018年は中島レーシングで初めて同一チームで2年目を迎えることになる。スーパー GT 編集2019年は前年まで2年間スーパーフォーミュラに参戦していた中島レーシングからスーパー GT に参戦。チームメイトは牧野人介。シーズン後に行われたスーパー GT DTM 特別交流戦のレースに似て日本のレースにおいて初優勝を果たす。 今シーズンをもって、スーパー GT からの離脱を発表。今後は、レーシングドライバーとしての活動のほか、自動車関連のベンチャービジネスに注力する。イギリスフォーミュラ3選手権、編集フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラ、編集ワールドシリーズ by 日産、編集フォーミュラ1、編集。ありがとうございます。